重能重能は小型のスコップあるいは被尺のような形をした日本の炭や灰を運ぶための家庭道具あるいは農具である。鉄製であることが多く柄の部分まで鉄製のものをとも柄、柄が木製であれば木柄と呼ばれる。先端部は中鉄製あるいはメッキ薄板金製で各スコップの形状をしている。主な用途は炭火を利用するあるいは石炭ストーブや 暖炉などへの燃料の投入や移動。また、溝の掃除、焼却炉の灰かきにも用いられる。友柄重納は、近年の日本では100円ショップで販売されるほどの価格である。左手に炭重納を持つ女性。木製の台座がついている炭重納と呼ばれるものは、火のついた炭を運ぶために、飛尺の形をしたものであり、鍋の形状にも近い。中鉄製、銅製、 アルミニウム製などがある。形は煮ルが火起こしと違ってテーブに炎を通す。隙間がないので、木炭を炭重納に入れ直火にかけることでの着火は難しい。また、茶道などで用いるものなど家屋内で使用するものは、起こった炭を入れたまま畳に置けるよう木製の台座がついており、この台座付きの炭重納は直火にかけることができず、炭への着火に全く適さない。 銃の能力があるから、銃能と称されるようになったという説もある。ありがとうございます。